ろいろ工夫を凝らして崩していこうという作戦。入った、いや、ポイント上がった、移動攻撃、ここでアウト、アウト、んワンタッチがありません。いや、今のミスは大きいです ね、この点は。山本、まあ、ラリーの中で今コンビを使いましたが、ごめんごめんという山本、1点差になりました。4点の差が1点。木村のサーブ切り替えた、バックアタック決まった、ワンタッチ、はい、ワンタッチありましたね、よく打ちましたね、カノマイコ。セミツヤックスプリングス17番に代わりまして8番大村が入ります。さあ、久光は大村がね、大村ブロッカーで入れましたね。一番手前の選手、オリンピック選手です、大村。しかし速攻、西脇1回で交代です。久光製薬スプリングス8番に代わりまして、さあ、このリードを守れるか。さあ、久光はこのローテですよ。そうですね、はい、バーッとサービスエース、西脇のサービスエースが出ました。同点です。追いつかれると久光も苦しいところなんですけどもね、またね、久光はこのローテーション苦しいだけにね、この1回で切りたい。今度は長め、ああ外へ出てしまいました。いやー、石井がよく頑張りましたね、大山、あ、ここで、そしてここで満を持して中道投入、両チーム選手を変えます。ブロッカーの平井登場が久光、18番に変わりまして9番に平井が入ります。そしてセッター中道登場、足を痛めてちょっと休んでおりました。中道が入ります。まあ、出たくてしょうがない様子だというふうに吉原智子さんが先ほど伝えてくれましたが、ようやくここで菅野監督が思い切りました。まあ、丸部さん、菅野監督からするともうここが勝機と見たわけですね、はい、そうですね。そして超を使う、ワンタッチを取った、チャンスになった、加納舞子だ、加納舞子が決めた。21対19、トーレアローズ2点差になりました。ここでトーレ菅野監督がタイムアウトです。粘り合いの中で負けなくなりました、この終盤の久光、第3セット以降です。もうね、終盤ですからね、はい、トーレはもうほとんど、まあ、超に行きますよね、はい、久光が2枚ブロック行くのか3枚行くのか、はい、注目したいですね、前は今高いです。超に来た、やはり、さあ、またワンタッチを取ったと、ちょっとね、取り近いところですが、タッチネットですかね、タッチネットか、あるいはセンターラインを踏んだかというところではないでしょうか。ポイント通れです。ちょっと痛いですね、今のね。まだしかし1点リード、これで同点。サーブレシーブ乱れました。中道はね、いいとこ大きいんですよ ね、今前衛が強くなっています。第4セット、トーレがまた追いついた。ちょっとこれ苦しいか、加納舞子、よく決めました、加納舞子、よく打ちました、よく打ちましたね、あ、このあたりちょっと吉原智子さんに聞いてみましょう。吉原さん、はい、加納舞子がなんか、あの、張選手のようにね、大事なところで決めるようになりましたね。そうですね、その意識、自分が持ってる意識っていうのが高くなってきますよね。なるほどね、はい、それだけ、まあ、試合の中に入ってきているというところでしょうかね。次は吉原智子さんに今一言いただきましたが、よく上げています浜口、さあ長打、よく拾っている兵頭、長が打つ、長が打ちました、22対22。やはりこういうところはこの長はすごいです、すごいですね、リーグの MVP、 この大会も彼女抜きでは語れません。トーレ、さあ、久光は
このローテですね、誰に行きますかね。入れてきました、サーブを入れてきました。あっと、あ、ネットに引っ掛けて勢いがなかった、危ない。なんとか拾いました、こらえました。またラリーになっている、強打のラリーになっている。あっとワンタッチがないか、木村。あ、ワンタッチありませんでした。木村としてはこれは入れておかなければいけなかったところ、しかも長が後衛ですから、ここは久光チャンスですね。さあここからですよね。入れてきました、ワンタッチ、ワンタッチありましたね、ワンタッチありました、同点です。サーバーは宮田に変わります。久光もおそらくこのローテはね、加納舞子に行くでしょうね。そうですか、はい。次3枚になったまで、あ、兵道ですか、あのマイクではありませんでした。うーん、決まった、マッチポイント、東レマッチポイント。木村が先ほどはちょっとミスをしたんですが、木村が異常を見せました。いや、木村ね、ブロックの間を冷静に打ちましたね。あ、そうですか、はい。サーブレシーブをしっかり競った橋本に対して、そうですね、橋本が先ほどレフトに行って点数取られましたから、はい、次はもう加納舞子でしょう。なるほど、加納舞子の前にはブロックは木村がいますからね、はい、そのマッチアップも楽しみです。蝶は今後衛、さあ宮田のサーブ、今日たどってきました、来たか、上がりました、木村、打ち合いです。決めました、そうですね、ジュースに持ち込みました、同点。もう一本先に橋本は加納舞子にいっとくべきでしょうね。そうでしたか、はい。ただ追いつきました、できれば先行していきたい久光、同点の場面で先にレシーブになります。東レですが、さあこれで先行するチャンスだが、強度上がった、上がってますよ、上げています。俺も浜口見事、もう意地と意地のぶつかり合い、やっとタイミング合わない、打てない、マッチポイント、東レマッチポイント。あ、今ちょっと呼吸が合わなかったですかね、もったいないですね、さあ柴田上がりました、つなげるか、ダメ、木村も闘志を見せました。いや、久光はやはり先行したいですけどもね、ここはね、常にマッチポイントを握られますんでね、ここで連続ポイントが欲しいところ、ブロックが欲しいところですが、今まだ橋本が前です。西脇同攻撃、マッチポイントです。さあそして木村がサーブということは、蝶が前に来ます、蝶が前衛に戻ってきました、そして木村のサーブ、このローテーションは久光は苦しいところです。低い姿勢だ、ドカーンと加納舞子のスパイクがアウトになりました。東レ、これでV との2冠達成、プロ和式は5年ぶり3回目の優勝です。ご覧いただきましたように、第1セット25対22、第2セット25対15、第3セット23対25、食らいついたんですが、最後は東レが意地を見せました。